はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回の敵は本当の大盗賊ということで、今回は盗む系をたくさん採用することによって、まさに本当の盗賊と言わんばかりのね、盗むデッキを作ってまいりました。ということで今回盗むとか盗っとぎ、ここら辺にはいつも通りなんですが、さらに今回はドンフォセを採用することによって、まあ、相手から奪うというよりも、まあ、相手の職業のランダムなカードってことで、まあ、一応、盗むに近いかなと。でしかも盗んだカードの能力を上げることができるってことで、これを使えば結構ね、特にこのヘッドハントと相性が良かったり、あとはお宝探しとも相性がいいということで、まあ、一番の魅力はやっぱりお宝探しとの相性だったりだとか、まあ、あとは盗むとかポイクリン使うことによっても結構モンスター系盗めるんで、まあ、そこら辺を使っていけたらいいなと思っております。あとアジトを採用することによって今回結構盗む系が多いので、こういったカードをね1コストで0コストにしていければいいなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこう、こう、こう。そしてカードは、ドンホセ心眼一戦カイロスハントということで、ここはドンホセ残していきましょうか。そして来るカードは闇の盗賊と、お宝探しということで、これ悪くないね。ただまあ一応7コスなんで2コスあたりが欲しいところですが、アジト、いや2コスは欲しいと言ったけど言ったけど、確かに言ってよ、言ったけど違うのよ。もう今のはまあ主語が足りなかった、僕が悪いや。ということでここで格闘パンサーということで、ここはまあとりあえずあれだね、神業使ってテンションアップ使って武器装備して、でまあ魔法の聖水使って闇の盗賊を出して感じかな。さあここでお宝探しということで、まあここはさっき言った通り、まずはテンションアップからの1点ダメージからの、ここで多分魔法の聖水、あまり俺は明るすんねよ。さあここで闇の盗賊を出していくといいね。さあこれで何を奪うか、できれば特技系が来てくれめちゃめちゃ、でも特技系結構でアリーナ多いと思うんですが、飛翔剣いいね。飛翔剣はただ飛翔剣に関してはユニットがいないと使えないんで、そこがあれなんですが、まあいいでしょう。さあここでブライ、私の名はブライ、強気が必要なのはどうやつかの、どうやつかの、すごいバイブレーションがすごい。もうさここで2点ダメージを食らいましたが、まあまあまあいいでしょう。んー、ここはね1点なんでまだ取ることはできないと思う。まあもしかしたら2頭の心得が来てくれたら全然あるんですが、さあ来るカードは盗るときに、いや有限実行。さあここでまず2点ダメージ与えて、からの1点ダメージ、リーサルではないけどあのあれしますと、ブライを取っていくと、さあこれでまあ3コスちょっともったいなかったけど、まあいいでしょう。ここでまずは犬が元の姿に戻ります。でカードを1枚引きます。で1点ダメージを与えて、さらにカードを引くと、いや引きすぎ、もうカードがね、このデッキねめちゃめちゃカード溢れそうなんだよね。さあここでアサシンアタック、悪くないね。覚悟はできてる？欲しいか。もうおじいちゃんなんだから無理をしないで。さあここでまずは私ポロナニス。さあここでまずは回復をしてきましたが、まあユニットを出さないようだったらもうどうせ適当に出しちゃってもいいかなって感じもするんですが、さあここで終わりで、おたんば姫、もっと本気を出していいわよ。さあここで鬼向かでということで、とりあえずまあここただポイクリン出してからドンホセ使いたい気持ちもあるんだよな。まあドンホセ出しますか、うん、ここでドンホセを出してからの、ここで来るカードはマッサンという、マッサンなんか混ざったな、ハッサン、いいねこれ。何がいいかというと、これハッサンアジト出せるんだよね。これ激アツじゃない、アジトをハッサンで出すことによって、ゼロコストでアジトを出せるんで、めちゃめちゃこれ強くない。でここでその前にアジトとか出しちゃえば、3コスでハッサン出して、アジトが2個出てくるときめちゃめちゃぶっ壊れ展開になるんですが、これはどう来るかな。多分僕の予想だとアジト使ってからのハッサン使ってアジト2個出しをするんじゃないかなと思っているんですが、さあ終わり2冠と、あーでもこうなってくると除去に回るかな。多分除去するために飛翔剣使ってみたいな感じになる。おいいね、二刀、あこれは二刀、おーおーおお、なんだなんだ、あ二刀使います。で二刀の心得、1の方がゼロコスになって一生懸命ゼロコスになることによって、さあこれで攻撃をすることによって両方除去からの旅立ちの王女でカードを引いていくと、さあこれで何が来るかだですが、まあ1コスの盗むが一番最高ですが、おー悪夢将来は最高すぎ。いやこれ最高裁で合ってんな。だってさ、これ見て8コスだけど、これハッサン使って、おーおーおー、なんだあ、精神統一か、いいねいいね。さあこれで次ハッサン使ってアジト出して、で7ターン目に悪夢将来使える。いやぶっ壊れでしょ。お宝探しもそこそこいいけど、いやこれどっちがいいのかな。お宝探しでさ多くのユニットをコスト減らすのか、悪夢将来確実に7コスで使うの、どっちがいいんだろう。これ難しい。あいいね、これストレートパンチを使っちゃえばいいと思ったんですが、テラちゃんニース、これでタラちゃんを使えたことによって除去することができなくなったと。
これはどういく？カイドさんと、とりあえずアストパンか。でこれでアサシンアタックで除去って、旅立ちの王女使ってハッサンか。いいね。いやこれ強すぎ。さあこれでまずは旅立ちの王女を使う感じかなと。あ違う、ハッサンが先に。さあ俺はサンマリーノの大工の息子ハッサンだ。自分の肩書き言え。なんで親の名前を。そういうとこ、そういうとこや、ハッサン。ね、親の七光すがってさ、ね、大工の息子ハッサンって、お前なんだぞっていう話よ、これ。みんな、初見の人がこれ見たらさ、大工の息子ハッサンじゃあお前なんなんっていう言われちゃうよ、ハッサン。そういうとこよな。絶対ダメ。そういうこと言っちゃう。うん。ブランディング避けてるから、これ。自分の。さ、これで1点ダメージ食らいます。まあ、アサシンアタックとかないと思うんで、ドスコイしてます。まあ、これはとりあえず、なるほど。まあ、ウィングブローそこまで悪くはないな。うん。まあ、ただ、あまりピラミッドがなんか言ってんな、ハッサン。ハッサンなんか言ってるけど、信用してくださいみたいなこと言ってんな。ごめん、無理だ。大工の息子とか言っちゃってる時点でさ、ここで、ワンチャン、あ、ミイラ男出てくんな、これ。ミイラ男はめんどくさいですが、一応僕メラミをゼロコストで使えるんで、これ強くない？ゼロコスメラミやば。さあということでここで新、お、いいね。まずは2体確実に除去っていくと、ラプソーンとミイラ男を除去ります。これどうする？お宝探しかな。使うの安定としては一旦そうだね、お宝探し使います。さあこれで酒の匂いがする。これでとりあえず、まあ、リゼロット&ルコリア使って、悪魔の壺使って、あそうだ、ヘルクラッシャー、そうだヘルクラッシャー使うために一旦お宝探し使って、これだったらまあ次のターンね。女の、あーなるほどね。これでとりあえず何様のつもり、まず悪魔の壺と、あとはまあポイクリンあたりが能力が上がっていくといいね。さあここでまず悪魔の壺666フリーメイソン、これでしっかりとミイラ男を除去れるスタッツになるといいね。で今ガリンガとか悪魔、これ強っ。待って、引き良すぎない？何この引き。大体なんかさ、変なケトスとか来ちゃうとかそういうことあるけどさ、何悪魔とガリンガって強すぎ。しかもこれ除去られることによってガリンガも強くなるし、悪魔は除去られるごとに強くなるんで、めちゃめちゃやばくない？いや強すぎ。これ次のターンどう来るかな。さあこれでとっておきのお宝です。さあこれでまずはミイラ男で、あ悪魔の壺666フリーメイソン除去っていくと、まあいいでしょう。これでとりあえずまあこれリゼルコでいける感じかな。さあスマイルロックが来ましたが、これどうする？多分僕の記憶が正しければ悪夢将来使った気がすんな。さあこれでまずは、神眼伊勢いいね。ここで悪夢将来で確実に来てくれ、なんかいいの来い。うお強え、勝ちじゃん。待って、それは覚えてなかった。マジで？え、そんなん勝ちに決まってんじゃん。 OK 対戦ありがとうございました。いや強すぎ、かっこよすぎ、面白すぎ。これが盗賊の心得。俺のターンだ。よし、行くぜ。好きだからね。はあ、何にしようかしら。どう攻めるか。盗っとき、悩ましいです。これだ、私のターンね。よし、行くぜ。クロスカッター、カイロスハンド、好きなだけだぜ。さて、どうしましょう。これがいいと思います。何にしようかしら。お父様、どう攻めるか。何が来るんだ。私たちルビス様のご加護。はい、はあ、さあ行くよ。魔力の息吹、
よし、行くぜ。あんまり俺を遅らせないわ。くらえ、カイロザハンド。もらった。はっ、私の番ね。このようね。悩ましいです。これなら止まりなさい。俺のターンだ。もう一度。うん、何にしようかしら。カイン、やくらしたくないならおとなしくしてなさい。そこをどきなさい。やけどしても死なないのか。これなんでどうかしら。どうせぬか。何が来るんだ。はぁ、新刊一戦。もう一度。さあ、行くよ。またの。さて、どうしましょう。これがいいと思います。まだまだ終わらないのか。ほらほら、行くよ。俺のターンだ。そこだ。俺と一緒に行くか。はあ。うん、何にしようかしら。何が来るでしょう。ルビス様はあなたのために。仕事ないわね。ゆう、飛ばしてやるわ。どうせねえか。足元には気をつけない。あんまり俺を遅らせないわ。チッ。へへ、宝の匂いがするぜ。はっ。私たちが踊り出すなんて何様のつもり。この世とあの世を繋ぐ限り。はっ。さあ、行くよ。私の心、あなたに盗めるかしらね、カグ。雪ライブにしてあげる。俺のターンだな。チェ、手がいっぱいだ。ストラよ。もう一度。くらえ。やばいな、デッキが残るわけだ。この美少女怪盗の力が必要かしら。ちょっと失礼いたしますわ。あんまり俺を遅らせないわ。もう俺と一緒に行くか。煮るなり焼くなり、はあ、しなさいな。はあ、うん、何にしようかしら。何が来るでしょう。はあ、そうね。やけどしても死なないのか。どう攻めるか。くらえ、アサジンアタック。落ちるちゃんの炎と私の氷、どちらが強いかしらね。雪ライブにしてみます。それでは皆さん、ごきげんよう。俺のターンだ。ソラよ。なんだよベロニカ、せっかくお前のは気が合うと思ったのに。ここが腕の見せ場だってね。やっ、イッシシー、おい。あばやばい、イッシシー、おい。ベロニカだ、僕を丸焦げにするのだけは。甘いわね。許さない。おら。あんまり俺を怒らせないわ。大したことないじゃないか。うん、何にしようかしら。出来が少なくなってしまうね。またの。もう、あの子、これで姉さんと一緒に。あ、そうね、ひたしてるかする。
せぬか。手がいっぱいだ。くそ、出来がつきちまった。ぬすすぎ僕だって真面目に訓練しておかなくなっちゃう。よし、行くぜ。チェッ。何にしようかしら。こんな近くもないか。